岡山ビブレは岡山県岡山市北区にあり、イオンリテール株式会社が運営していた商業施設。岡山ビブレビー館中国地方唯一のビブレ直営店としてイオンリテールにより運営されているファッションビルであった。スーパーマーケット日位とファッションビルビブレの全国展開を目指していた株式会社日位が1972年3月15日の 山陽新幹線を岡山開業に伴い、商業集積が進んでいた岡山駅前地区に進出し、1979年5月1日に日岡山店、同年6月1日にビブレ岡山店として開業した。1986年には、施設名称を岡山ビブレとし、日岡山店をビーブル21に業態転換した。2002年には、 店舗老朽化等に伴う改装が行われ、同年10月に B 館、11月に A 館をリニューアルオープンさせ、岡山初出店となるテナント店が多数導入された。閉館時には書店とアウトドア用品店が各テナントの A 館と若者向け料品店や雑貨店が入る B 館の二棟の建物から構成されていた。敷地面積は 約8090平方メートル、売り場面積は、計約16,200平方メートル。2014年秋に、同じイオングループのイオンモール株式会社が開発、運営する、イオンモール岡山が道路を挟んで、向かい側の旧林原本社跡地に開業するため、営業体制の抜本的な見直しが、必要として、2014年5月11日をもって、閉館した。 ピーク時の1997年度に約100億円あった売上高は、周辺の商業施設との競争激化により近年は半分程度に減少していた。閉館後は一時、4モール岡山のオープン当初に従業員専用駐輪場として B 館1階フロアが使われた。今後、新たな商業施設の整備などが検討されている。2017年2月、 ストライプインターナショナル、両ソナイホールディングス、源本もっと長安 HD が共同で土地、建物を約55億円で購入した。建物は取り壊され、B 館跡地には、両ソナイグループと、源本も町との長安 HD がそれぞれビルを建設する。その後、B 館跡地に、両ソナイグループの和田コーポレーションが、ロイヤルガーデンタワー岡山幸町を建設。A 館跡地は、 ストライプインターナショナルが2021年2月12日に、両ソ内ホールディングスと4リテールへ売却した。両ソ内ホールディングスは当面は、鋭館跡地を駐車場として活用している。ありがとうございます。